これ、新大久保の女の子とお客さんの男のやりとりなんですけど、交渉で合わなかったんだよね。燃えた。ま、この男からしたら納得いかない。ま、理不尽に感じたわけですよ。で、キックしたってことなんですけど、女の子に対してね。で、これっていうのはね、結構闇だなと思うんですよね。なぜなら、この女の子が、 泣き寝入りするしかないんだよね。なんでかっていうと、この警察に言うこともできるよ。この、暴行されました。つって、まあ、このね、男が悪い犯罪ってことになるんだろうけど、でも自分がさ、新横保であの商売をやってるってことをさ、言わなきゃいけないじゃん。そこも咎められるって考えて、言えないんだよね。だから、 やめだよね。男もそれが分かってキックしたのか分かんないけど、だからさ、この新横であの仕事とかって絶対やるべきじゃないんだよね。こういうことがあっても泣き寝入りするしかないじゃん。で、なんかちょっと噂あれ聞いたらさ、この女の子の方に後ろに怖い人がついていたりとかする場合もあるらしいわけよ。そしたらこの男が大変なことになるわけじゃん。でも女の子もね、そういう怖い人がいるがゆえに。 お金ちちょっっとと取られちゃったりとかして、それもそれで大変でさだからまあ一言で言うと良くないよねって思うんだよね何もかもかただその中でねまあ器用に利用して楽しんでる男の人もいるからまあそこを目指すべきだよねやるならばね病気とかならずにね揉めずにでもやっぱ何回もやってるとね何らかのトラブルに合いますよねってだからまあない方がいいのかなって とも思うけど、でも安くてね、サクッと利用できるから、まあ、いいっちゃいいんだよね。というのが僕の感想です。どうもありがとうございました。